前回のマインクラフトはゾンビ村を復活するべく村人の無限増殖器を作った。全然意味が分かんなかったけども、教科書通りすればなんとかなるもんだ。無事に子供を増やすことに成功。村を復興させるまであとどれくらいかかるんだろうか。登録。はい、どうもなおちんです。さあ、今日マインクラフトをやっていきます。よろしくお願いします。今日はね、地下要塞に行ってみようと思います。どうもあるらしいのよ、地下要塞っていうのが。で、以前の動画でシルバーフィッシュが出た時に、その近くに地下要塞あるよっていう風に教えてもらったんだよね。で、まあ、地下要塞どこにあるか全く見当がつかないので、まあ、場所を特定してから行きたいと思います。それでは早速行ってみましょう、マインクラフト。どうも調べたところ、この下あたりだな、あるのは。おー、ちょっと待って。今できた？そうなの？まあ別にいいけど。この下か、掘り進んでいけばいいのかな？あ、あるある。あ、下にある。ここからジャンプして降りて、掘り進んでいきますか。いけ！よっしゃ、成功。見た感じでは、こっち側かな？ちょっと掘り進んでいってみます。いきなりあった、あった。え？あ、これが要塞？地下要塞かい？これが。はい。ああ、本当になんかちゃんとした迷路みたいな感じになってる。これで先の方に行くと、あれだよね、エンダードラゴンと戦える場所にワープできるシステムがあるらしいんだよね。図書館みたいな感じだな。図書館みたいなとこあった。これ素材持って帰ったら美味しいね。本いっぱい作れるよ。でもまあ、もういらないんだけどね。あ、ここは特に何もないか。お！ここじゃない？ここだ、ここだ！スポナーがあって、あった！でも、エンダーアイは一個も、はまってないぞ。スポナーこれ壊しとったらいいよね。このブロック欲しいな。これこそシルクタッチじゃないと取れないんだろうな。待って、じゃあエンダーアイをちょっとはめていきます。おお、なった、できたよ。で、飛び込んでいいんだな。クロスボウをエンチャントしてきたので、これで、いきます。どんな感じになんだ？飛び込め！エンダーマンいっぱいいるね。ちょっと待って、これ、また変な場所やねえ。とりあえず向こうに行けってことか。エンダーマンめっちゃくちゃおるな。行く前にちょっと確認しとこう。まずは、クリスタルを壊さなきゃいけないんだね。クリスタルだね。オッケー。行きましょう。まずはクリスタル。めっちゃくちゃ高いじゃん。これを壊せって無理だろ。これ壊すの無理じゃない？いった。ちょっと待て。ちょっと待って。エンダーマンが、もうすでに俺目合ってるみたいで、だいぶ鬱陶しいな。ちょっと倒そう。エンダーマン倒しとこう、まず。でも無限湧きするもん、しや、これ。よっしゃ。うっといな、お前ら。よし。オッケー。よっしゃ。ちょっと待って。よし。いいね。まずはクリスタルっていうのがなかなか難しいな。よし。よし、これを壊す？
わわ、すぐ壊れるんだ。あ、すぐ壊れるのね。ならいい。あ、危ない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 。あっぶねえ。二つ目。おお、爆発するんか、これ。ああ、もういい。仕方ない仕方ない。衝撃耐性でよかった。衝撃耐性じゃなかった。落下耐性か。まだまだあるね。まだまだあるぞ、これ。これ壊してからだな。おっしゃ、おっしゃ、いけた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 。あとどんくらいだ？まだまだだな。まだまだあるぞ。あと三つか。あと三つだね。あ、いや、まだあっちにもあるのか。あ、いやいや、まだまだあるわ。オッケー、ダメージ与えれるようになった。行くぜ。どこだ？あー、なかなか難しいな。いや、でもウィザーと比べれば、大丈夫だ。あいつもう半端じゃなかったからね。ウィザーに比べれば、あれ？ダメージ与えれないじゃん。あ、通常攻撃当たる。よし。ここで待って攻撃しとけばいい。ちょっと待て待て。ここで攻撃こうすれば良さそうね。なんだ、弱点、もろにあるじゃん、こいつ。すごい戦いやすい。わざわざ弓で攻撃しなくていいじゃん。はい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 。ああ、もうエンダーマン、お前、うっとうしい。お前、もう来んなって。エンダーマン来なくていいって。よし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 。ああ、こいつ。ちょっと待って。あれ、当たんない。ん？ちょっと待って待って。オッケー、これで。オッケー、減らしてるよ。もうこれでいこう。エンダードラゴン楽勝だ。はい、もうちょっと。よし、倒した。エンダードラゴン倒したぞ。おお、経験値が、バラバラバラっと。おお、めちゃくちゃレベル上がった。むちゃくちゃレベル上がった。もう一気にマックスまで、上がっちゃいましたね。いやー、めちゃくちゃいい感じ。はい、ということで、今日はエンダードラゴン倒してみました。ウィザーに比べると、もうほんと大したことない。全然。なんてことない敵だったね。あとはウィザーもなんとか倒したいところだけども、まあまたね、挑戦してみます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。